さて、続きをやりましょう。バグダード鉄道キャプター1ミッションの空でございます。時は20世紀の始まりでございます。1900年、The more machines, the quicker the pace. That goes for completing the Baghdad Railway and for extracting crude oil. And the quicker the better. Things are slowly getting creepy. ね、油田でしょ、油田。油田。あ、これ今やってるところだね。ほっとけばいいんです。OK。ほっとけば大丈夫です。240m。 プラットフォームは 240m あると思うんだよね。240m。機械を運んでいる。ピャン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 。これは銀を持っていってる。
この白いやつなんだろうね。この白いやつなんだろうな。ここじゃわかんねえんだな。まあゆっくり過ごしていればいずれ終わる。ベースキャンプはここかな。ここは油田なので、ベースキャンプっていうのはこのことだね。ベースキャンプ、まあトラックの数を増やしてもいいんだけどね。29、30、31、32、33、34、37。カラーのやつが来た。ちょっとしか持ってこないね君は。38のまんまだね。37から38になったんだよ。空のやつが来る。臨機応変に荷物がないならないでさ、荷物がたまるまで待って出発すればいいのにね。そういうわけにはいかないのかね。おお、眠いぜベイビー。空っぽだよ、何か君。ああ、列車が。列車がね、とても悪い。土線14がとても悪い。
5、6台路線14、路線14っていうのは路線14っていうのは、こっちの方だね。ああ、このトラムだね、トラム。6台。1、2、3、4、5、6、なんだっけな、ここのやつ、じゃなくて、路線いくつだっけな、これだ、14。ああ、どっちだっけな。確か14だったと思うんだけどな。とてもいい。とてもこれめんどくさいね。いちいち取り替えなくちゃいけないのめんどくさいね。勝手にさ新しいやつに変わってくれたらいいのにね。路線13。5、6、7、8、9、10、11、12、13、13、路線13が13、覚えやすいね。路線13っていうのは、銀をこっちに持っていくやつだね。ネセサリー、必要か。ネセサリー。久しぶりに聞いたね、ネセサリーって。多分必要ってことでしょう。ネセサリー、懐かしい言葉だね。中学生以来に聞いたかもしれないね。ネセサリー。バクダード鉄道がついに完成します。完成させましょう。その前にさ、13だ、13、路線13に路線13に送り込みたいんだけど、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、これを打って、で金を運ぶやつね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、これを路線13
と1013に送る。 OK。 他の車両も交換したいとこだけどね、とりあえず発生します。これさ、普通のどっちの鉄道ってことかな。貨物列車を結んでくれっていうのかな、それともどっちなんだろうね。はっきりしてほしいよねこれね。やっぱり貨物か。今まで物をこう運んできたからさ、貨物だとするなら、この辺突き抜けて走らせようか、可能ならば。ね、貨物、新、一応ターミナル駅じゃない方がいいんじゃないかな。一応320m対応じゃないかな、こんな。カテナリーってなんだろう。カテナリーって何ですかね。はい、いいえ、いいえだと安い。カテナリーって何かな。カテナリーって。あ、なんかこれ架線。架線があるかどうか。あ、電気を走らせるかどうかなんだね。じゃあちょっといい。まだないでしょ、電気。カテナリって電気でした。架線でした。いいえ。これでちょっと、カテナリって言うんだね。ここに。まあ、これいいかな。ちょっとこっちにずらすか。まあ、問題ね、ここがいいんだけどね。ちょっと難しいから。こんな感じで、やっとここを突き抜けて、この線路使ってもいいわけだね。長さね、これぐらいの長さが欲しいので、どうだろうね。あとちょい、あとちょいってこと。ちょうどね、線路と線路が合わさるぐらいのところまで欲しいですね。これはいらないかもしれないね。まあこれで一旦線路こっち短いんだな。短いんだよ。まあ 240m でいいかな、列車は。
240m だなきっとな、これな。Time to quickly pump out a few more tankfuls of oil and then get out of here. Delight the Sultan with an exclusive Pullman car, so that he continues to view your project favorably. Naturally, the car's interior requires a special decor, tailored precisely to His Majesty's needs. Pullman car って言ってたね。専用 Pullman 評価マショー。それはあなたのプロジェクトの好意的な評価をもたらせます。The Sultan prefers to rest on a purple divan couch. They say chances are good to find one in Aleppo. まあちょっとこれは後回しにしてですね。こっちの方ね、40の原油を今夜中に、なんか今夜に持っていきたい。原油っていうのはどこにあるのかな？原油。ここに原油があります。原油。トラックで運ぶのさ、めんどくせえからさ。めんどくさだからさ。ここに駅を作っちゃってさ、めんどくっさくっさだから、240m でいいんだよな。まあこれ 240m じゃねえんだけど、 240m でいいんだよ。で、ここと、まあ、この駅のホーム使わなくなっちゃうけどね、直接この線路と結びたいんですね。そのためにはですね、
ああ、まだだね。今夜まで運ばなくちゃいけないのか。今夜12時まで持っていかないといけないの。駅を作んないとね。この辺に置いちゃおうかな。アレッポ、これもクイックしてあるから、アレッポの次にここまで行く。これだね。1、2、3、240メートル。240メートル。ここに銀、鉄道で持っていきたいよね。トラックじゃなくって。トラックじゃなくって。ここから銀、ああ、ここは、そう。そっか。
なんか無駄なことをやってよね。ここに、銀、トラックいらねえんだよな。トラック時間かかるからさ、全部列車にしちゃえばいいのにね。でもなんか置き換える作業がめんどくさいね。全然運んでません。やっぱここにね、大量の機械を運びたいよね。そのためにはここに大量の銀を直接持っていきたい。そうなるよね。まあいいや、ほっとこう。でも収入がだんだん減っていっちゃってんじゃないかな、これ赤字でちょっとやばいね。下手くそなんだよね基本的に。あ、一気に運びたいと思ってもさ、結局運べないんですよ。銀を直接やっぱりこっちに持っていくか。銀線を、銀線、銀線、建物、160m でいいや、160m。ダメだな、やっぱりこっちじゃないとね、つけられない。シルバー、ここにシルバーがあるわけだから、
ダメだな。下手くそだな、お前。余計なことばっかり やりやがって。これ合流できてんのかな、これ。合流できてるみたいだね。160m で、あ、間違えた。160m。ああ、繋がってない。やっぱここら辺が繋がってないみたいですね。なんか失敗したな。やんなきゃよかったな。やんなきゃよかったな。なんか余計なことやっちゃったね。
線路がつながってないみたいですね。ダイヤモンドクロスになって、どこがつながってないのかな。どこがつながってないのかね。異常なしって。どうしてだろう。もうめんどくさいな。全部やり直し。やりにくいね、これ。なんでこんな苦労しなくちゃいけないんだろう。なんでこんなに苦労しなくちゃいけないんだ。時間も来ちゃってんだけどな。もう時間が来ちゃってんだけどな。めんどくさいことをやっちゃうね。ついつい乗っちゃうんだね。良くないよ。ルートを変えよう。こっちから攻めていくか。こっちから攻めよう。坂が急すぎる。
これでもどうもいいかな、ちょっとわけわかんねえや。もう今回はちょっとダメだね。なんかもうダメだよ。ほら、もういいや。もういいや。なんかもうわけわかんないからいいや。結局これはなしだね。今回はもう時間が来ちゃったんで。なんでダメなのかわかんねえんだよ。これ。なんでダメなのかわかんない。貨物用じゃないのかな。よくわかんねえや。今回のこれがダメなんじゃないの。あーめんどくさ、これがダメなのか。めんどくせえな。あーめんどくせえな。もう中途半端だな、前はいつも。もう時間が来たんだよな。160m でいいんだよね。どうかな、受け入れてくれるかな、受け入れてくれるのかな。ダメかな。受け入れてくれるのか。受け入れてくれるみたい。受け入れ。ああ、間違えた。もう、めんどくせえな。めんどくせえな。ボタンの押し間違いですね。1、2、3、4、5、6、160m。お金がないから買えないのか。お金がなくて買えません。もうやめよっかな。やめたくなっちゃったよ。余計なことはやんない方がいいってことだね。今回つまんないね、この動画。
んなきゃよかったな。お金がない。まあ、融資はまだいいや。ここに駅を作って寄っていけばさ、中途半端なんだよな、やってることが。やってることが中途半端だよね。レールエンパイアやってんだったらさ、ここまで銀を向こうに持って行って、機械をここに機械をこっちに運んで行って、で、レールエンパイアやってんだからさ、そういう風にやればいいのにね。頭悪いですね。今からやっちゃう？ここにね、駅を作っちゃって。ああ、でもいいや。他の列車があるからさ。他の列車が走ってるから。列車が止まってんのかな。この線路は列車してないの？あ、これか。この列車が走ってるから列車が走らない。全然運んでないよ。ちょっと今回は失敗。今日はここで終わり。